チームのスターが集う夢の球宴オールスターゲームが今日から開幕です。札幌ドームからお伝えしてまいります。オールパシフィック対オールセントラルの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今年も球界を代表する素晴らしい選手たちが選ばれました。オールスターというのは選手にとってどんな意味があるんですか？シーズン中ですからね、気を抜くわけではないんですけれども、一つ楽しみな。オールセントラルの攻撃です。バッターは DH 坂本。小宮山さん、夢の対決第1ラウンドです。楽しみな対戦となりましたね。いや、これはね、見応え十分ですよね。本当に楽しみですね。はい、小宮山さんの興奮も伝わってきます。打ちました、ピッチャーゴロ、アウト、ワンアウト。バッターボックス、堀谷。叩きつけるバッティング、サード飛びつく、アウト、間に合いました。ファインプレー、すげえ、さすが。よく追いつきました。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。あの状況で間に合うのはすごいな。どういう、あんな投げ方で届くんだろう、ストに。さすがプレー。バッターボックスには3番ラミレス。うわー、この辺怖えな。ツーアウトランナーありません。甘いコースですが、まずは見送ります。低めの球、ストライク。ノーボール、ツーストライクです。これはバット出ず、三振です。スリーアウト、チェンジ。オールセントラルの攻撃になります。オールセントラル1点を追いかけています。いいところへ決めてきます。ストライクです。低めのボール入りました。2球で追い込んできました。打ちました。サードが前に来る。際どいタイミングでしたが、一塁アウトです。バッターボックス、ブラウン。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。2球で追い込まれました。三振。バッターボックスには6番村田。ツーアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。インコース、これは外れます。際どい、膝元よく見ていきました。変化球タイミング合いません。これでツーストライクと追い込みました。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。
ールパスフィック打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、オールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレーが随所に見られましたね。そうですね、なんかあっという間に終わってしまいましたね。本当にそうですね、惜しい曲はあっという間に過ぎるもんですね。勝ったオールパスフィック、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオールセントラルですが、非常にダメージが残りそうな陥落王のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオールパシフィックが大勝ということになりました。今日の解説は海山さとるさん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。